聞こえますか聞こえるあ、なんでなんじゃろう毎回さ、違うのに一回切り替えたら聞こえるっていう謎の。これ、私がアップデートしたせいな。なんでなんなんでなんマジで。<laughs> 困るね、これ。毎回だって、 切り替えんといけんの困る,な困るな困るな困るな特にラジオの時とかはマジで困る <laughs> マジで困るマジで困るしぶきのこさん学校はオツですさっきも言ったけど無音だったらしいけさちょっとこれはガチガチ困りですねどうしたらいいんだろうねみんな聞こえないってことでしょう多分え困っちゃう 治るのかなそのうちアップデートとかしたら治るのかなでもアップデートないもんねショールームをアップデートした今あれかな不具合頑張って直してくれてんのかなショールームの運営さんが分からんけども好きでそういや本当に肋骨が痛くてやばいんだよねどうしようマムシがショールームに文句言うしかないななんでや言いません言いませんとか言って <laughs> ちょっとめんどくさいしめんどくさいしずに私結構めんどくさがり屋だからねまッ、あ、そのうち治るっしょみたいな <laughs> 気分でおる気持ちか気持ちでおるそういう気持ちでおるただただ,ださんこんにちはこんにちは来てくれてありがとうございますマジ今メイク中なんですよまあテロップ出とるけど <laughs> メイク中なのであるちょっと痛い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 た <六>骨 <laughs> 失礼しました本当にろっ骨どうしようこれ治るかな治るかな治るかなでも昨日踊っちゃったんだよねいやでも仕方なかったあれはうん踊るしかなかったんだそう踊って動画を撮ってちょっと送ったんですよはあはあはマジ今週のライブまでに治ってほしい 治ってくれたら私はしっかり踊れる治らんかったらマジでちょっとさ三味線の演奏会も近いけさあんまりね無理できないんですよ無理して長引くとね三味線の方に響くけねどうしようって感じただたださん旅からたった今帰ってきましたおっかえりなさーいいいな旅か旅出たいわ楽しそういいないいなあ でも昨日なんか旅みたいな、旅旅というか、開拓したわ、開拓。開拓した。昨日、昨日なんか友達の家の近くを私は歩いてて、友達になんかめっちゃ案内してもらった。すごかったよ、なんかね、マジお散歩コースみたいな感じだった。庭園みたいな感じだった。<laughs> ピクニックできそうな感じのところで。 すごいね、時間がゆっくりと流れる場所でしたえっ、ー、と光しさんこんにちはこんにちは来てくれてありがとうございますそう私今めちゃくちゃね心が焦ってるせいか早口になってるわゆっくりシャーベロそう心が焦ってる心がなんかちょっとねメイクをね急いでやらないといけないっていうね焦りがちょっと今あるんです自分の中でいやー 時間がないやばいえー、っとちゅきのこさん三味線は肋骨大事だもんね知らんけどいやまあ絶対ねあのひび入る場所にもよると思うんですよ肋骨の肋骨のどこにひび入るかによって多分違うと思うんですけど私はちょうどね引くと痛いところでね終わったって感じだったああ引けると思ったんだけどな三味線無理だったねどうしよう困る 本当にね、三味線弾けないと困っちゃうよしかも練習できないからさ困るほんとにいやー私だけ遅れちゃう遅れちゃう遅れちゃうしぶきのこさん中学の時に音楽で三味線やったけど爪で遊んでた何三味線爪使わないよことと間違えてるそれともあれ三振と間違えてるどっち はバチを使いますことかいことかい私も中学の時にことやったなんか弾いたけど何だったか忘れた「さくらさくら」かな「たた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 たて弾いたかもしれないただたださんそして風邪ひいて帰ってきたで「なぬ」あらまあ風邪ひいちゃったのねまああるあるよねあるあるよねとか言って。 私も修学旅行の時に熱出たけえね修学旅行の時に北海道行って熱出てなんかずっとバスで寝て帰ったなん <laughs> じゃそりゃって感じよねマジ修学旅行行った意味って感じそれが高校の時じゃけど中学の時は同じ班だった友達がインフルエンザにかかって新幹線だけ乗って大阪まで行ってそのまま広島に帰りました <laughs> やばいね 懐かしいそんなこともあったわしぶきのこさん三味線はギターの友達か、うん、友達かは知らんけど <laughs> まあ弾き,弾き方的には似てるかもしれないけどどうじゃ <laughs> ただたださんホテル泊まるとなかなかの割合で風邪ひきますそれ絶対あれじゃないですか多分乾燥がダメなんですよ室内の。 だから空気清浄機をもう全開でつけてもう濡れマスクして寝るしかないですね多分絶対部屋が乾燥してるからホテルって絶対それだと思います <laughs> 私も乾燥に弱いからねえっ、ー、としぶきのこさん広島の修学旅行ってどこ行くのえ結構バラバラですね私本当は東京だったんですけどまあいろいろあって 大阪になりました中学の時はで、えっと、高校の時は何だったっけあ北海道行ったでも高校って本当に高校によって行く場所バラバラなんですよ海外に行く人もいるし私の高校は北海道だったけどあの同じ中学だった友達とかで違う高校に行った子はハワイとか行っててめっちゃ羨ましかったなんかウィーンとか行ってる人いたし ウィーンっってどこだっけ音楽だからフランスかかわんないわかんない <laughs> わかんないしぶきのこさん高校はね関東もバラバラだけどうんだよねやっぱりそうだよね高校によってねやっぱ私立とかだとすごいいいとこ行くよねいいとこなんかすごい楽しそうなところあでも公立でもめっちゃいいとこ行っとる子おったな いや北海道が悪いって意味じゃないけど普通に公立でも海外行っとる友達おったのを今思い出したただだださん感想が原因だという感想ですね <laughs> うんちょっとうんそのボケはまあまあかなまあ、まあかなちょっとしょうもなすぎて笑ってしまったただだださんオーストリアですいやね間違えたわ全然違った オーストリアか。なんかさ、音楽ってフランスっていうイメージがあるよね、私。オーストリアか、全然違った。痛い痛い痛い <laughs> 気にしないでください。ん何さんだ待って。メイン茹で時間48分、モズコうさん。ウィーンって都道府県に存在しますいや、都道府県じゃないです。ウィーンは外国、オーストリアらしいですよ。今教えてもらった。<laughs> オーストリアです痛い痛い痛い,痛いあ、咳が出そう大丈夫 <laughs> ちょっと中学の時はねみんなどこ行ったんかね私以外の人は私以外の学校の人はだって他の中学に友達いなくないああ熊本とか行っとる人おった熊本熊本なんか熊本行って 民宿民泊民宿民泊一生どっち民家のうちにお泊まりするっていうほぼやかつよねふふ <laughs> 鹿児島とか熊本とか九州の子もいたの九州あたりに行ってる子がいたのを今思い出したあとはどこなんじゃろうねう私は本当は東京だったんだけどてんてんてんって感じふふふ えー、メニューり時間48分3外国なのですね知ってます知っとるんかいしぶきのこさんまあオーストリアもヨーロッパだけどねあそうなんだじゃあもうほぼ正解ってことで <laughs> えっとしぶきのこさん「ワイは沖縄行ったけど台風で民泊禁止になったなぜかみんなで喜んだ <laughs> え民泊禁止になってどうしたんですか普通にホテルに泊まったんですかそっかまあ沖縄はね台風よくあるもんね ただたださん私四国だったけど京都奈良でしたわそうかそうかやっぱまあバラバラよねメンユ時間48分さんマムさんは何の能力者ですよテレキネシスですキラーンえー、っとしぶきのこさん急きホテルだった普通にホテルでよかったそっか,そっかそっかそっか で沖縄いいな。私、シークワーサーがめっちゃ好きなんですよ。でも沖縄の友達にシークワーサーのあの、イントネーションが違うって言われてたら、なんか、シークワーサーみたいな感じらしい。めっちゃ、全然、多分沖縄の人からしたら全然違うと思うけど、シークワーサーみたいな感じなイントネーションらしいです。皆さんも気をつけてください。シークワーサーって言いたいときは、シークワーサーです。<laughs> わかんないけど。わかんない本当に、沖縄の、ね、方言めっちゃむずくない 私の友達が、なんか、なんだっけ、ゴーヤーチャンプルもさ、あのー、なんだっけ、ゴーヤーチャンプルも、イントネーション全然違うって言われて、ゴーヤーチャンプルーみたいな、わかんない。<laughs> ちょっとわかんない、わかんない。めずい。沖縄の言葉めずいわ、ほんとに。すごいよね。ほんと、沖縄だけ外国語感あるもんね。そりゃそうだな。 えー、っとねメニューで時間48分三。テレキネシスの能力そうですテレキネシステレキネシス <laughs> そうですとか言テレキネシス使えたらいいなっていうまあ願望ですねただの願望 あだだださん高校は長崎熊本に行ったかっこ東京の男子校あそうなんですね長崎熊本ってことは原爆資料館か多分行ったと思われるなんか結構関東のお友達広島とか長崎が多いんですよ修学旅行であの原爆資料館に行く人が結構多くて本当にかわいそう。 なんか平和学習ってすごい大事なことじゃけど修学旅行でやるのは本当に気分が下がるなっていう気持ちがあるけさかわいそうだなって思う、ね、せっかくの楽しい旅行なのに気分だだ下がりで本当にお昼ご飯とか食べれないぐらいショック受けるからあでも最近資料館変わったからねろ人形が撤去されたからどうなんだろうあれが一番本当に衝撃的だったから私 幼稚園の時に老人魚を見て本本当に大泣きしましまた本当にもう自分がもしその立場になってたらどうかなっていう想像とかしちゃって大泣きしましたね幼稚園でさ原爆資料館行くの結構ねなかなかだと思うよね先生足りんじゃんって感じほんまにみんな大泣きで先生足りんわって感じになる、ね <laughs> しぶきの子さん、沖縄も1日目は平和学習だったなあそっか沖縄もそうだよねそうそうなんか沖縄の友達とやっぱ沖縄とか長崎とか広島とか原爆です原あ沖縄は原爆じゃないけどその第二次世界大戦ですごい被害を受けた県はめちゃくちゃ平和学習するけど他の県はあんまりしないっていうの、ね、に衝撃を受けててなんかその県の人だけが平和学習をしても ちょっとね、良くないと思うんですよね。もうみんなが平和学習しないといけないと思うんで。マジで私はちょっとね、国会議員になろうかと一瞬思ったんです。やめたけど。やめたけど。で平和学習の導入をちゃんとした方がいいなと思って、国会議員になりたいなって思った時期もありました。あ、ありました。<laughs> 昔の話。やっぱり実際にね、 広島に行くとかっていうのは難しいかもしれんけど最近はいろいろ技術の進歩があるから VR 使ったりとかして平和学習絶対できると思うんですよね本当にただたださんその後今はなきスペースワールドではしゃいで来ましたえ待ってスペースワールド私小学校の時行ったわそういえば 小学校の時の修学旅行スペースワールドでした懐かしいなんか私本当にお化け屋敷無理なんですけどなんかあるじゃんなんとかパニックっていうのがあったじゃんスペースワールドなんだっけ忘れたけどそのお化け屋敷でさ 私は絶対入らんとかって言っとったくせにさ先生にさ「えー、入ろうやー」って言われてさ「んじゃ入る」っつって入って大泣きやねもう <laughs> ほんまに無理お化け屋敷はね NG だわ一生 NG 絶対に無理100万円あげるって言われてもやらん友んさんこんにちはこんにちはかわいい熱心ありがとうございます アンド来ててくれてありがとうございますちょっと今からアイラインやるけちょっと静かになるわはいいいよ喋るわあ蓋なくなったあった <laughs> えっとしぶきのこさんお化け屋敷より新宿の方が怖い確かに確かにとか <laughs> 確かにとか言ってね ただたださんすぐ泣くなわらず。確かに。いや、確かにしか言ってない。いや、でも、偶然エピソードが泣いたエピソードだったっていうだけよ。そうよ。普段はそんな泣かんよ。うんうん。そんなに泣くことないない。ない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 。ない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 。 しぶきの子さん新宿だけ極端にディープ <laughs> そうかそうか待って私何分から始めたちなみに21分からじゃけえさもう20分配信したってことよねそろそろ終わるわえだてかね視聴者数が123人いや123そろそろ終わるわ 終わるわしぶきのこさん泣いてるからラジオ配信なんですか違いますよメイクしてるからだよメイクしてるからメイクしてるから待って待って顔出ししようかなでも前髪がさもう負けてないけどまぁ、あ、いかとりあえず一旦一旦まあ顔出せるぐらいの顔が出来上がったけ顔出しするわリップ塗るね顔出ししてランキング読んで終わるわ ただたださん、私は言う、あ、間違えた、s u b で4人に囲まれて泣きそうになりました。嘘つけー <laughs> 嘘,つけ嘘つけー、嘘つけー私はかなり控えめだったけどな <laughs>。もう、あの、3人の一歩後ろでちょっとニコニコしてるだけだった <laughs>。よし。じゃあ、映像にするよ。ピース。<laughs> 前髪巻いてないからこうなるっていう。 ってことで、みんな今日もありがとう。今日もありがとう。今日の服、お気に入り、これ。わかるちょっとさ、羽がね、書いてあるの、絵が、羽の絵がうっすら。これが、これなんだっけ、スワンですね。スワンってなんだっけ、日本語で白鳥か。白鳥、白鳥のね、あ、白鳥モチーフのドレスです。 あ私ワンピースのことドレスって言っちゃうんですよねダメだよねマジ外国かぶりしてる <laughs> <laughs> えっとしぶきのこさんやった顔出しだイエーイ待ってレーシーの次にキッズだよねカワだってね褒めてんの褒めてるのかけなしのかどっちだよ <laughs> ともちんさんまめちゃんセーラー服着たら似合いそうイエーイ私セーラー服ね小学校1年生の時にね あのヤンキーのセーラー服しか着たことないあのロングロングスカートのあるじゃん今日も仲間とくるくるパーまで長めのスカート引きずって「Hey! つっぱるハイスクールロックンロールオライ」あるじゃんまあそういう感じだったうん <laughs> ただただ,ださんかわいい私服ですなありがとうございますえっ、ー、と松島さん ちわにんこ、ちわにんこ、ちょうど今顔出し始めたんです <laughs>。今顔出し始めたばっかり、まあ、でも、もうそろそろ終わろうと思ってるんですけど。ちょ、前髪巻いてないからね。逆にあり、逆にありと。か言う <laughs> しぶきの子さん、褒めの七割のディス三割。うーん、まあ、いいや、うん、褒めの七割なら、許してあげよう <laughs>。しぶきの子さん、うちの親父が、長がだったらしい。あ、そうなんじゃ。 私は1年生の時になんかダンスの衣装であのセーラー服着てでめちゃ長いスカートだったまあそのセーラー服を着たことがでもそれだけ <laughs> えっと松島さん元気なママが一番だなイエーイありがとうございますピースピース友達さんセーラー服配信してな、ね、いいや持ってないんでしょセーラー服 <laughs> ただただ,ださんずっぱりハイスクールロックンロールしてるとはズッパリハイスクールロックンロールオーライ しぶきのこさん、僕は標準型学生服。そっか。そっかそっか。真面目だね。真面目だね。とか言てじゃランキング読むね。えっ、ー、と、13位、やばい、韓国語でもない。ラララ,ラララさん、ありがとうございます。パチ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 。1ニーキークーさん、ありがとうございます。パチパチパチ。 あのね今手で持っとる系ねパチパチできない。11位ゾンさんありがとうございます。パチ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 。10位しぶきの子さん。修行中ありがとうございます。パチ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 。9位おわたまるさんありがとうございます。パチ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 えっと8位信長ナの野望ヨハ4847さん。しはしなしは。 ありがとうございますパチ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 えっと七位、おはるさん、ありがとうございます。パチ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 。えっと6位、松島さん、ありがとうございます。え、松島さん6位?さっき、さっきコメントきたばっかり。ありがとうございますパチ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 えっと六位、ワースイさん、ありがとうございます。パチ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 。4位、トマチンさん六位さっきさっきコメント来たばかりありがとうございます。パチ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 五位、三ツヨシさん、ありがとうございますパチ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 四位トマチンさんありがとうございますパチ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 三位三ツヨシさんありがとうございますパチ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 二位、チケモルさん、ありがとうございます。パチ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 パ位、今マポさん、ありがとうございます。パチ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 。 皆さん、ありがとうございます何何松島さんハイスクールロックンロール何歳ですかあなたは <laughs> 実は50歳かもしれない半世紀来たかもしれない若いでしょどうピチピチの50歳だよっつってただたださんあの歌は僕ら世代でしょえ <laughs> 松島さんが年齢ごまかしてるなだってごまかしてるかもしれない <laughs> 驚いてて驚きましたそうだって6におると思うかった <laughs> さっきコメントくださったばっかりだったからびっくり <laughs> ただたださんは若い棒はーいありがとうございますということでみんな今日もありがとう今何時うんまだ大丈夫だったじゃあまた明日ね今日の配信はこれでおしまい みんなありがとう。また明日ね。バイバーイ。ともちんさん19歳のまむちゃんです。19歳ではありがせん。皆さんありがとう。<laughs> あ一応成人してます。みんなありがとうね。バイバーイ。<laughs>